んばんは。 BS ニュース 4K プラスふるさとです。通勤途中に見上げていた桜の花がこの雨で散り始めていました。秘書は吉井さんです。明日も桜が満開のところが増えそうですが、広くすっきりしない天気が続くでしょう。後ほど詳しくお伝えします。では、風船を FRB 連邦準備制度理事会と予定通りに金利を引き上げる動きが続いています。奈良県飛鳥村のキトラ古墳の石室の壁を X 線を使って分析したところ、十二支の実とみられる蛇をかたどった像など3つの壁画が新たに確認されました。奈良県飛鳥村にあるキトラ古墳くれたその後輩の気持ち31円だ。近い気象情報。明日に一番近い気象情報、気象予報士の吉井さんです、はい、今日は桜も雨に濡れていました、はい、全国的に雨が降りました。今年始まってまとまった雨、初めてまとまった雨になったところもあって、午後11時までの24時間に高知県室戸市の崎浜では 214.5 ミリの大雨になりました。ただこうした雨が花が開くのを促す再開雨となったところもあったんです、はい、今日は徳島と滋賀県の彦根、金沢で桜が開花しました。金沢では統計史上最も早い記録に並びます。雨の中でも桜前線進んでるんですね、うん、そうですね。今桜に彩られているのは日本だけではありません、はい、20日から全米桜祭りが始まったアメリカのワシントン、うん、その様子がこちらです、はい、あ、咲いてますね、はい、桜並木が綺麗ですね、はい、例年より半月も早く3000本ほどあるポトマック川沿いの桜が間もなく満開を迎えそうです、うん、そしてヨーロッパの桜の名所、スペインのヘルテ渓谷です、はい、サクランボの実をつける西洋実桜なんですが、こちらはまだつぼみです、うん、満開となるのは平年並みの4月初めに、開花となるのは平年並みの4月初めになりそうです。これからが楽しみですね、うん、はい、桜の映える青空、日本でも楽しみたいところですけど、はい、明日はどうでしょうか。日差しは束の間ですっきりしない天気が続きそうです。予想天気図を見てみますと、はい、雨の降るところが多くなりそうです。気象情報でした。さあ今日は卒業の話題がありましたけれどもね、実は私も今日でこの番組を卒業となりました。はい、4月からはですね、山形放送局で地域のニュースをお伝えしてまいります。2年間どうもありがとうございました。